ジョリン、逃げるぞ。この場所はまずい。この場所にこうやっていることは。まさか。お前も感じるのか、ジョリン。奴の存在を。どこだ。動いている。どこかはわからないが、隠れながらこっちに近づいてくる。まずい。移動しろ。ここをすぐにみんな移動するんだ。スタープラチナ、ザ・ワールド。短い。時を止める時間が。まずい。こっちだ、ジョータロさん。プラチナ、ザ・ワールド。どこだ、奴はどこだ。テーブルの下で何かが動いた。どこか近くに迫ってきている。時を止めていられるのは最大にして5秒。5秒の間で奴を見つけ、直接奴を叩かなくては。やれやれだ。いないぞ。気のせいか、動いたと思ったのは。限界だ。時は動きだ。ヤシの木、葉の中に。何、まさか木の弾力。限界だ。時は動く。バネのように飛んでくる。神父の攻撃を自ら受けた。私が致命傷とならないよう防御を。だが、今のあの神父に対抗できるのは、奴が私の射程に入った時だけだというのに。時を停止させたこの間だけだというのに。限界だ。再び時は動く。たちには計り知れないことだろうが、最後に一つ言っておく。時は加速する。そしてこれはお前たちを始末するための能力ではないし、最強になるための力でもない。この世の人類が真の幸福に導かれるための力なのだ。私の新たなスタンド、新たな能力、名を冠するなら、メイドインヘブン。拳銃の幽霊。ダメだエンポリオ、銃弾なんて当たらない。違うよお姉ちゃん、狙ったのは隣のビルの壁面だ。エルメスが弾丸にシールを貼った。シールで弾丸は2つになっている。エンポリオ、
握していない。すぐ追いつかれちまうぞ。エンポリオ、シールをつけて次の弾丸をさらに撃て。このまま湿地帯へ移動するんだ。オーシャンに出ろ。周囲がオーシャンなら一つだけ奴をやる方法がある。神父が追い抜いたぞ。前で待ち受けるつもりだ。奴は一人ずつ順番に俺たちを攻撃するしかないんだ。奴を倒す方法はそこにある。奴が俺の体に攻撃を加えた瞬間、丈太郎さん、俺はあんたに合図を送る。その瞬間、時を止めてあの野郎をあんたがやるんだ。止めるタイミングはあいつがまず最初に俺の体に攻撃を叩き込むのと同時だ。いいですね。先に止めちゃダメだ。あとです。この距離なら全員の体内に同時に入れている。だから順番が誰から攻撃されようと、まずダイバーダウンが最初のダメージを引き受ける。そして合図もダイバーダウンを通じて感覚としてあなたの体内でわかるはずだ。いいですね。時を止めるのは俺への奴の攻撃の後です。あなすいお前、相打ちってことか。無理だ。奴の次の攻撃は絶対致命傷が来るかもな。だが急所まで達しないうちに合図を送れるかもしれない。いるぞ。すでにあの岩の上にいる。エンポリオ、もっと固まれ。俺のそばに寄るんだ。来た。右に回り込んでるぞ。来るぞ。なるほど。周囲が水ならしぶきのせいで奴の移動方向が分かりやすくなった。まだだ、丈太郎さん。まだ時を止めてはダメだ。逃げられたらそこで終わりだ。奴の体は掴まなくちゃダメだ。合図を体で感じてください。ちょっと待って、なんだ空のあの雲は。ロケットみたいに早く移動していく。時がさらにもっともっと加速してんじゃないのか。時の加速で波の動きが見えない。これじゃ奴の移動がわからない。どこから来るんだ。覚悟を決めろ。ストーンフリーキッス。今だ。時を止め、スタープラチナ、ザ・ワールド。掴んだ。食らえ、ブッチス。何？ジョリーンのスタンドを使ってアナスイへ攻撃を。行った、遅れた。あと4秒。このまま奴へのとどめが終わらなければ再び家族の中へ身を隠される。時が動き出したら全ては終わる。停止している間に全てを叩き込まなくては。あと3秒、あと2秒。神父はすでに空中へ投げていた。かつてディオがやったように。見て、遅れたようだな。ジョー・スター家は血統ゆえに誇りと勇気から力を得、運命に勝利してきた。だが弱点もまた血統ゆえに。空城丈太郎、
娘がお前の弱点なのだ。よっしゃすべて断ち切っておかなくてはならない。かわいそうとは思わないし、逃がすわけにはいかない。決着はすべてつける。私はお前にとって母親の仇だからな、エンポリオ。撃ってこい。その方が殉教者らしくこの世を去っていける。運命はここで終わりだ、エンポリオ。空城ジョリーン。ストーンフリーで捕らえた。どんなに時が加速しようと、全ての生き物は変わらないスピードで動いている。そしてプッチ神父、このスピード、このイルカにすぐに追いつけるだろうが、肝心なのは距離よ。短い距離なら追いつける。でもあんたは一体何メートル泳ぐことができる？500メートル、それとも800メートル？イルカより疲れず長い距離を泳いだり潜ったりすることができる。時の加速は関係ない。物を持ち上げたり溺れないように泳げる距離は普段と同じ。しかも溺れる前に岸まで戻らなくてはならない距離。絶対に逃がさん。絶対に決着はつける。因果を未来へ持っていくことはできない。お姉ちゃん、ロープを早くイルカまで来て。エンポリオ、アナスイが自分を犠牲にして父さんを守ってくれたから、私は今かろうじて生きている。エルメスが神父を攻撃してくれたから、ロープを伸ばしてイルカを捕まえる間ができた。イルカって人を乗せるとき、決して人を溺れさせたりはしないで泳ぐらしいわ。早く早く、ここまで来て。お姉ちゃん、逆にロープが伸びてるぞ。そのイルカはきっとあんたを安全なところまで連れてってくれるわ。何言ってるんだ、早く僕のところに来て。エンポリオ、私はいけない。神父は私の中のジョースターの位置を感じ取ってるわ。どこへ逃げても私も感じるし、奴も感じて追跡してくる。私がいたらあんたは逃れられない。一人で行くのよ、エンポリオ。この先に続く道を。大丈夫、今のあんたならもうできるはず。あんたを逃がすのはアナスイであり、エルメスであり、私の父さん、空城丈太郎。生き延びるのよ、あんたは希望だから。何言ってるのかわからない。まさか。待って待って、お姉ちゃん、やめて、奴は疲労する。ここは私が食い止める。来い、プッチ神父。ストーン